ウド様お願い。前回田園都市線青葉台の商店街を巡って青葉台の魅力を肌で感じたウド様。ありがとうございます。いやいや、最初に払いませんよ。ありがとうございます。揺れる空で、あと、そこで今回は青葉台にゆかりのあるゲストをお迎えしての前向き対談。果たしてどんな方がやってくるのか、青葉台イズムを感じながらお話を伺いましょう。じゃあ行ってまいります。よし、はい、おはようございます。イエーイ、キャイーン、宇野鈴木です。はい、どうも、インデペンデンスへの内藤です。はい、今週も青葉台にお邪魔しております。はい、早速ですが今回は前向き対談ということでゲストの方がいらっしゃってくれています。お、どうもー、ひびご、うわかも、ちょいマンが登場、明日のジョー、ゼリージョー、えいえ、なんだこいつ。ありがとうございます。ありがとうございます、高井くん。そして、2021年レコード大賞新人賞受賞、アイドル演歌歌手の望月瑠佳さんです。よろしくお願いします。望月瑠佳です。イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、すごい、なにこーって言いすぎて、すみまめん、瑠佳です、よろしくお願いします。なんだこいつ、なんだこいつって、ちょ、高井くんはなんだこいつって珍しいよね。初めて言いました、初めて、今日今結成って池谷くんがいつも言うのに、すごい、そう、本当だから初めて、なんかやっぱ自然に出るもんすね。なんだこいつって言うの、はい、横でひび棒やられたら面白い、順番がかわいそうでした逆でしたね、引っ張られちゃってすごいね、でもね、やってくれますね、望月さんね、はい、あ、ジョイマン高木さんと望月瑠佳さんのお二人がなぜ来てくれたかと言いますと、僕は青葉台出身芸人です。え、はい、私も青葉台出身演歌歌手です。そうなの。はい、そうなんですよ。青葉台出身、青葉台、え、ゆかりがある二人、ふるさと青葉台、はい、そうなんですよ。もう地元って言っても過言、まあ地元ですし、はい、もっと言ったら、うん、本当に同じ、あの、マンション。嘘だよ、本当なんです、同じ共通ないじゃん。え、似てるでしょ。顔ってか、同じマンション、建物にいたってこと。はい、マンションの2階と4階。嘘、偶数で偶数で、はい。で、3階に池谷くんがいたの。違います、違います。池谷はその隣の駅の藤ヶ丘にいたんですよ。あ、池谷くん、なんで今日来てないのか分かんないですよ。そう、池谷くんもだって同じ、同じ出身、まあ、同じ出身や、中学校一緒ですし、はい、中学校一緒なのになぜか今日早く来てない。なんで来てないんだよ不思議だ、相方それは何、それ前から知ってたんですか、その2人が同じ建物で。いや、初めて知りました、今日。あ、今日たまたま話してて、はい、私は前から知ってたんですけど、うん、あ、高木くんが住んでらしたところで、はい、それは知ってて、はい、よっしゃって思いながら、上の階で生活してたんですけど、はい、上の階で生活してたんですよ。その時会ったことないんですか、今までの中では。ちょっとしか多分被ってないんですよね、僕が多分実家を出た瞬間、ちょっと前に多分引っ越してきてて、その時もう赤ちゃんなんで、じゃあ本当にそういった共通項があって同じね、青葉台出身という、もうお二人のね、いろんなことを聞いていきたいんですよ、内藤。はい、うん、それでは、うん、行ってみましょう、はい、前向き対談スタートです。イエーイ。あ、これは僕言わなきゃいけなかったんですごめんなさい、すみません、本当にすみません、はい、イエーイ、キャイーン。心つながるポジティブテレビ、アムロくん、ウド様お願いは、ショッピング専門チャンネル QVC とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ウド様お願い。今回はジョイマン高木様とアイドル演歌歌手望月瑠佳様をお迎えしての前向き対談です。対談場所にお願いしたのは青葉台出身のお二人にちなんで、青葉台郵便局の2階にあるスプラス青葉台、こちらは青葉台で過ごす時間をより快適により豊かにをコンセプトにした
会員制のシェアスペースです。すごいです、プラス青葉台さん、はい、ここだからないとワーキングスペースでもあるってこと、ここは。そうですね、ちょっと詳しくは分からないです。分かんないな、分かんない。だからこう皆さんが自由にこうね地域の人がいろいろこうあのお仕事もできたりとか、イベントも開催されたりとかあるらしいですよ、催しが。はい、俺ここのそうそうそう、あの男の子と仲良くなってね、そうそうそう、もう今度利用しさせてもらおうかなと。俺もネタ作りしなきゃいけないから。書いてなかった、天野くん 100% 天野くん。では、ウド様もネタを書きたくなるスプラス青葉台を会場に、ゲストの地元青葉台情報も交えて対談お願いします。よろしくお願いします。改めまして、ジョイマンの高木真也様ですが、はい、1980年横浜市青葉区青葉台生まれ、はい、桐蔭学園高校卒業後早稲田大学へ入学、はい、おーすごい。中学校の同級生だった相方池谷和之さんと吉本東京 NSC へ、2003年にコンビを結成し、癖になる脱力系ラップネタで大ブレイク。今年コンビ20周年となるジョイマンの高木さんが青葉台に帰ってきました。イエーイ、おかえりなさい。ただいま。あの高木君でも帰ってくることはあるんですか。はい、そうですね、はい、そうですね、3ヶ月1回ぐらいは帰ってきたりとか。あ、ちゃんと、じゃあ、はい、まだ実家があるので。あ、はい、じゃあもう小山さん皆さんにお顔見せて会ったりして。そうですね、はい、そうですよね、そう、あ、ね、喜ぶでしょう。いや、そうですね、今はなんか応援してくれてますね。最初はでもやっぱ芸人始める時は本当にもうなんか出てけみたいな感じで、ちょっと僕早稲田を中退して芸人になってるんで。信じられないね。そうなんです、本当に親不孝で、はい、いやいや、すごいな。だからね、そういう片鱗を全然見せないのがすごい。そうなんですよ、ずっとこんなに芸風に仕上がってしまったんで。全然本当、学歴を本当に蹴って、なんかね、もう風変わりだなっていう。池谷君がなんだこいつっていう、そのなんだこいつと引いたらジョイマン高木真也さんってなるような感じなんだよ、その風変わりの総称というか。だからそういうキャラのもう第一人者でしょ。いや、嬉しいです。すごいですよ。そして、はい、望月流香さんは1996年横浜市青葉区生まれ、青葉台育ち、愛称がルカチ。ルカチ、お母様の夢であった演歌歌手になることを受け継ぎ、アイドル演歌歌手として活動を開始、2020年にソロデビューを果たすと、2021年第63回日本レコード大賞新人賞を受賞。これから期待される東急線青葉台駅に降臨した新生演歌歌手です。すごい、ご降臨ですよ、本当に。いや、これがいいですね。上から来てこれすごい、もうすぐもう引っ張られすぎなのだね。すごい、いやいや、大先輩ね、オーバーでの大先輩、背中見てくれてます。いや、本当尊敬しちゃう、本当に。ドイマの背中見ちゃダメよ。いやいや、ダメよって、なんで尊敬してくれる人がいるのに。そんなだステージでこれからやる可能性ありますもんね。もう実際やってるんですよ。やってる、尊敬する地元の先輩じゃないね。すでにやってました。自己紹介とかやって、 FM ソリュースの私、はい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 、しゃべって演歌という番組を持たせていただいてるんですけれども、そこであのラップのコーナーっていうのがありまして。それではここからは望月流香のラップのコーナー。なな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 、誠にすみませんってずっと。うわー、ずっとやってるんだ、すごい嬉しい、すごい嬉しい、キョンシー。いやすごい、キョンシーですよ。師匠と弟子みたいな、ね、ある意味青葉台の師弟関係がもうできてる感じがするんだけど。びっくりしました、ね、はい、盗んだけ、盗んだけよ、じゃあ盗んだけよ。ならならって、もうルカちゃんやってくれたけど、はい、映画歌手の方ということで、はい、すいません、お歌を一節お聞かせ願いますでしょうか。はい、あ、あなたと行きたい天城越え。
本当だ。これだ、拳だ、本当に。拳を握って、本当拳って言った。あ、師匠弟子って言ってましたけど、全然違いましたね、リュウハ。ごめんなさい。ジャンル違いましたよ。ありがとうございます、ルカちゃん。ありがとうございます。高木君のネタはいっぱい見たいんですけど、一節、はい、ちょっと、はい、いいですか？僕もちょっとこの流れで。はい、ありがとうございます、じゃあ。はい、一節。はい。Here we go. Come. Here we go. Come on. ウド様、お願い。森鴎外、ナイスガイ。で、いやー。ありがとう。待って、マイク。俺が森鴎外と同じ誕生日って知ってて？あ、知らなかったっす。あ、そうなんです。森鴎外さんと同じ誕生日なんです。1月19日。そうなんですね。そう。偶然偶然ですね。あらまあ、ありがとう、ナイスガイに褒めてもらって、森鴎外も喜んでます。芸能界を目指すっていうのはどういう経緯があったのかなと思うんですよね。だって小さい頃ってまずどんな子供だったのかなと思うんですけど。あの実はおとなしいというか、あんまり人前に出るような感じじゃなかったですね、僕。嘘だ。いや、そうなんです、本当に。今こんな強烈な出方して。いや、確かにこれでやってるとおぎゃーからこれなんじゃないか言われるんですけど。ノリいいな。でも結構全然そんな感じじゃなくて暗い感じで、うんうん、でもうそのお笑い芸人に憧れててみたいな感じで、大学生時代に、うん、僕大学も全然行けてなかったんですけども、うん、不登校になってて、その時成人式で久しぶりに、うん、まあ、今の相方、中学の同級生で飲んで、池田君と、はい、お酒飲む機会があって、うん、で同じバスケ部でも相方も一緒だったもう一人、あの畑元宏君っていう、ひまわりの約束の、はい、あの畑さん、はい、はい、畑君が同級生なんですよ、僕。そばにいたいよ、はい、はい、そばにいたの。そばにいたい、はい、まあ、ほんとずっとくっついて、はい、そばにいて、結構本当に親しいっていうか。そうなんです、同じバスケ部で、で飲んで、それでまあ畑君はもうミュージシャンになろうってしているみたいな夢の話もしてて、でうちの相方がお笑い芸人になりたいっていう夢を語り出して、で僕何もすることなかったんで、大学が行ってたけど全然やる気もないみたいな感じだったんで、畑君がじゃあ高木お笑い芸人一緒にやればいいじゃんみたいな感じで、何の気なしに言ったのが、その一言で本当ジョイマンが生まれたっていう。へー、畑君がそこに言ってくれたから、はい、それが本当ひまわりの約束になったんだ。そうなんです、ひまわりの約束になったのか。歌はね、ひまわりの約束タイトルがあるけど、はい、本当にそこが一つのきっかけ。ジョイマンはだから畑元宏君の作品なんです。ジョイマンはだから畑元宏君の作品なんです。すごいね、おい、どえらいことになってるけど。俺だから今分かった、バスケ部だからこう跳ねるジャンプ力、昔に比べてジャンプ力も上がってきてまして。上がってきてんの、はい、普通下がってくんだから、はい、本当に今はいいですか、動いても大丈夫ですか。大丈夫、本当に。昔は華麗なるジャンプは CM の後、今は昔は本当にこんぐらいのステップだったんですよ、うんうん、ネタの時、うん、はい、うん、今は本当に、うわ、すこんぐらいの、はい、もうその場でそんだけ飛べるんだ。こんぐらいのステップなんで、本当にネタの間がむちゃくちゃずれてきてる。それで言えたね。それは本人も、はい、池谷君的にもちょっと、はい、そこの間を調整してるんだ、じゃあ、はい、で高く飛びたい、高く飛びたいと僕も思いすぎてネタ飛ぶっていう。なんでやねん。そっちの飛ぶ、はい、ちょっと、すごい、すごいね、さすがですね。そういう話になってすごい。はあ、ルカちゃん自体はもともとお母さんが芸能界へって、演歌の道へっていう思いがあったってことで。はい、もともと母が演歌歌手になりたかったんですけれども、なれなかったので、その夢を私が引き継ぐという形でなったんですよね。小さい頃からそういった音楽の勉強してたんですか。いや、勉強というちゃんとした勉強してなかったんですよね。小学生の頃に YouTube がちょっと流行ってて、もうすでにそこでなんかこう演歌検索してたら、三河健一さんの柳瀬ブルーズが出てきて、柳瀬ブルーズ、柳瀬の夜がっていうあの歌ですよね。あー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 あ
流せの夜が泣いている。あ、そう、なんか俺が上手い感じになっちゃう。ありがとうございます。それに歌うと。いや、僕の方が。それが小学校ですか？そうなんですよ、小学校の時に。そっから演歌歌手になるまでにっていうのは、ね、学校行きながら近くのボイスレッスンに通ったり、あのオーディションとかいろいろ応募しながら東洋大学に合格して、それでもなかなか私演歌歌手になりたかったので、結構こうアイドルやりませんかとかそういうお声はいただいたんですけれども、アイドルじゃないなと思って、違うなと思いながら大学4年生になってしまい、そこでもう就職活動も一緒にして、まあ某大手の会社に決まったんですけど、でもちょうどその時に今の事務所の社長に出会いまして、演歌女子ルピネス組っていうアイドルグループあんねんけど入らへんって言われて。怖いななんかノリがね、関西の方なんですか？これやめた方がいい、やめた方がいいんじゃない？やめた方がいいって思ったんですよ。うわ怖いと思ったんですけど、演歌と思って、演歌女子、まあアイドルだけどでも演歌やるんだと思って、でそのグループに入ってから2年経った時にデビューが決まり、トン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 、気づいたら日本レコード大賞新人賞取ってたみたいな。トン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 拍子あるんですか？すごいな。これなかなか お笑いではこういうことはなかなかね、高木くんないとなかなかね。そうですね、トン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 のことがむちゃくちゃ聞きたいですね。聞きたいよね、はい、聞いてこういう風に売れるんだっていう、ね、そう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 、詳しく知りたいですけど。知りたい本当に、はい、いやないとそう思わない。いや聞きたいです本当に。ずっと地下でこうやってきてるんで、もっとこう上がる何かをね聞きたいですね。上がるね、そのトントントン。そうだな、聞きたいですよ。でも演歌歌手の方、若い世代にもたくさん仲間でありライバルの方いらっしゃるでしょう。そうですね、いらっしゃるんですけれども、うん、やっぱ自分は一番だという気持ちを常に持って頑張ってます。うわぁ、それが思えない。あの、確固たるものが何もないんだもの、うん、今自分のお腹見ちゃいましたけど。うわぁ、なんかそういう分だね。そうなんだ。はぁ、でもすごいね。あの高井くんの場合は、ジョイマンもラップネタ、ね、そうですね、はい、大有名ですけど、これ、ね、どうやって誕生したんですか？ CM の後はジョイマンの鉄板ネタの誕生秘話、崖っぷちエピソードを聞いちゃいます。ジョイマンもラップネタ、ね、そうですね、はい、大有名ですけど、これ、ね、どうやって誕生したんですか？これはですね、僕らもう本当に芸人成り立ての時が、あの M1 が始まった直後ぐらいで、やっぱり漫才ブームみたいな感じで、正統派漫才に僕も憧れて最初やってたんですよ、正統派漫才。はじめ全然動いてなかったのじゃ、はい、どうもーっつって、普通におしゃべりだけでやるみたいなの憧れてやってたんですけど、全然ダメで結果が出なくて、でも漫才の中に僕一個だけなんかギャグを入れてて、でも漫才のやり取りの中でなんか急に僕が怒り出して、お前はなんでそんなことを、お前はかなてんててんなんだそれみたいな入れてたんですよ。なんですか、急になんだそれ本当にすごいね、はい、なんかそこだけドーンってなんか受けるなっていう風のがあって、で、あそこ広げてみたらどうみたいな感じで、で、この動きはもう今も使ってるんですけど、この動きにどん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 なんか変な歌みたいな感じで、最初は本当に山田優セクシー、山田なのにセクシー、山田優契約 CM 契約2、3本イビョンホンペヨンジュンペルージンみたいな感じで、もうそのまま一個できて、もう一つのネタが一つのもう歌みたいになって、はい、ラップすごいね。できたっつって相方にこれちょっとやってみようよっつって、やったらなんかすごいバカ初めてわーって受けて、あこれなのかもしれないっつって、どん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 それを、まあ、最初は漫才の中でやってたんですけど、それをコントにしてみたいな感じで、それでテレビ引っかかってっていう感じです。すごいね、はい、誕生日を話してくださった時立ち上がってトゥンってこうやった時、はい、あーっとなんか確かこうやってる人もいないもんね、日本で過去にも今も未来も多分、ね、こ
これのこうやったらもう命お命ああゴルゴのまっちゃんねゴルゴさんになっちゃうけど、うん、これは確かいなかったかもしれないですね。これいない合掌造りだもんね。あとは白川郷か岡山かっていう、はい、なんか日本人のなんか DNA にあるんですかね、もしかしたらこれがあるのかな、はい、もう世界遺産。お伺いしてもいいですか、うん、いやお二人の青葉台の思い出エピソードとか、うん、なんかよく通ったお店とかちょっと聞いてみたいんですけどそういう番組でした。そう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 青葉台のことそうだった、うんうんうん、すいません。いや本当そうだね最近よく行くのは本当に今アレックスビルっていう、まあ、駅前のビル、昔からあるんですけども、 そこに青葉商店さんっていう居酒屋が入ってるんです。青葉台に青葉商店さん、はい、その青葉っていう名付けた、そこがあの僕大和中学校なんですけども、うん、大和中の先輩の青木さんっていう方が、青木さんまた青木さん、青木先輩っていう、うん、すげえ怖い先輩がいたんですけど、 その先輩がやってる居酒屋なんです。すごい美味しいんで、はい、行ったりはしてますね。はい、ルカちゃんはそういったこう例えば自分の好きな場所、思い出のあるところありますか。和食田中という、まあ、和食屋さんがあるんですけれども、そこのランプステーキ、ランプめちゃくちゃ美味しいんですよ。もう私そんなにお肉大量に食べれるわけじゃないんですけれども、うん、そこのお肉だったら一皿全部一人で食べちゃうっていう、そのレベルのすごいすごいんですよ。はい、すごい柔らかいのでぜひ皆さん行ってください。ランプステーキがめちゃくちゃって言ってくるのめちゃくちゃの、 あの声が違うもんね。やっぱりプロの歌手の方だから、うん、はー地元に帰ってきて、だってそう言って行ける場所がね、青木先輩のところだったり ね、田中さんのところだったりってね、うん、あるのはいいですよね。CM の後は東急沿線飲食店企画ウードーイーツです。ああジョイマンの高木くんとルカちゃんと話してたらやっぱ楽しくてお腹が空いてきちゃったな。ねえ着きましたね。ちょっとペコペコペコですよ。ペコペコペコリング青葉台コンビーウードーイーツです。番組恒例のウードーイーツ、東急沿線エリア内の飲食店を応援するべき、今回は青葉台とっておきのケーキをご用意しました。おーケーキ嬉しい。楽しみ用意しますので少しお待ちを。はい、お待たせしました。はい、内藤失礼します。大きいなこれ。あらホールケーキ、ホールで、本日ですね、7月15日は、望月ルカさんの誕生日です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうししと、おめでとうししと。ステーキ、ルカちゃんぴったりこうポップなね。食べますね、ルカ。もうすごい。いい香りが。失礼ですけども、お誕生日を迎えてお年聞いてもいいですか。はい、27歳になりました。イエーイ。ナナナナ。素敵ね。さすがスポンサー林市場。誕生日を迎えてますますじゃあ。嬉しい。もう絶好調に。そうですね、はい、紅白出れますね、これ食べたら。いや、そういう気持ちが大事だよね、はい、望月ルカ様のバースデーケーキを作っていただいたのは、青葉台のルーシーズベーカリー。アメリカンな雰囲気を楽しみながら、シンプルで毎日食べたくなるアメリカンケーキとパイが味わえるお店です。店内に広がるのはパティシエが作る甘い香りに包まれた見た目もアメリカンなスイーツたち。スプラス青葉台のスタッフも一押しの大人気店です。いただきマンモス。いただきマンモス。いただきマンモス。本当に若いんですかね。言ってること聞いてる。疑惑出てきますよ。いただきマンモスは。俺だから僕らの世代になってくる。どうでしょう、望月さん、あのごっついように見えるんですけど、確かに、なんか全然噛まなくても溶けました。ケーキが、ケーキが消えた。マジックみたいなケーキですね。本当に、はぁ消えちゃうんだ。どうぞどうぞ、高井くん、はい、上手に取れました。いただきます。あ、甘い、てんてこまい。
口の中てんてこまいですよ本当に。おいしい。すごくないこれ。の、これ、ね、どうしようかしら。おお、こうやってこうすればいいの？ああこうなって、でこうすればいいんだ。はあ、い。それでこっちを食べればいいよね。食べないんかい。切り取ったやつ食べないんです。辛すぎますってそれ。ケーキびっくりしてますよ。そうだよね。いや俺も今ちょっと自分に戸惑っちゃって。うん。ルーシーズ、おいしーズ。イエイ。これ溶けるよ。溶けます。溶けます。うん。でこちらはあのオレオのチョコレートケーキですね、うん。僕はだからこのオレオのケーキ食べたの初めてだから、ゆかちゃん高木君言ったところで溶けていくって感じもすごい分かった。これ良かった。そうですね。うん。ナナ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 
げようかな。ジョイマンさんの直系のっていうね。そうですね。こういったお姉さんになるから。衣装を楽しみにしてます。そう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 。宇田様、はい、そして皆様、今週はここまでです。ええー。ありがとうございます。ありがとうございます。来週もですね、スプラス青葉台さんから前向き対談です。来週もすいません高木くん、はい、ルカちゃん、ライトよろしくお願いします。お願いします。はい。それでは来週も見てください。お楽しみに。見てね、あてね。よろしく。音楽フェスみたいなのできるかもしれない。音楽フェス。はい。どれ？あれ？自分さえわからないのに。人のこと分かるはずなく、だから楽しい。自分さえ分からないのに、人のこと分かるはずなく、だから楽しい。うど様お願いは、ショッピング専門チャンネル QVC とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今月の視聴者プレゼントは、ショッピング専門チャンネル QVC で人気の西川、さらに寝心地を追求したゴロネマットリッチを4名様にプレゼント。デコボコウレタン構造や生地をニット仕様にして寝心地と肌触りを追求しました。座布団代わりや座椅子のような使い方も西川ならではのこだわりの一品です。当選は発送をもって発表とさせていただきます。ご応募お待ちしています。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタン、コメントもお待ちしております。